私ね、昨日お風呂に入りながら、なんでね、堀江さん稼ぐことが好きなのかなと思ってたんですけど、やっぱり、ね、男女の違いとして、男性って儲ければ儲けるほどモテるじゃないですか、原則。そうですか？まあ。それはでもあんまり僕の中のモチベーションではないんですけどでね。も女性って儲ければ儲けるほど変な人が寄ってくるだけになるんですよ。あ、そうなんです か？だからね、女性ってほら自分の分だけどお金は稼ぎたいんだけど、僕の場合はほら、自分の生活費を節約するとかって、やっぱなんりて言えば節いいの約してるんじゃないですよ。楽しいんですよ、純粋にそかな。ああ、れが。まあそうなんだと思うんですけど、僕はあんま楽しくないって話ですね。私、言語化が趣味なんで。僕言語が多分めちゃくちゃ得意だと思うんですけど、それが楽しくはない、そんなには。なんかね、言語化が楽しいというよりは、自分にとって当たり前の言語化が、みんながすごく喜んでくれることが楽しいんですよ。僕なんか喜ばれても楽しくないですよえ、ね。本当？そう。自分の喜びって限界があるけど、人が30人とか50人喜んでくれると、まあ自分の30倍、50倍喜びますよね。なんか、まあ僕はあんまりそこはどうでもいいかなと思ってるっていうところはありますね。堀井さんのおかげで起業して、こんなうまくいってます、事業、へえってもんだもんね。あ、そこ嬉そしかっう。よたよ、かっ一た緒に。いね。一応よかったねって言いますや、もうけそう、心ど、から心別かになんから。心から喜ばしくはないというか、あ、よかったねっていうぐらいの、あ、そうそう。まあ、人生変わったんだ、へえ、みたいな感じ。まあ、当たり前でしょう。変わるでしょ、それはって。共感性低く そこに対して共感は、あんまりしないかなっていえ、うドラか。マとかで感動しないんですか？俺はこの人たちとは違う世界に生きてるけど、この人たちになりきってドラマとして感動はするんだけど、バカじゃねえのとか思ったりしてるっていうか、感動してる自分がバカじゃない？例えばですけど、主人公がめちゃくちゃ非合理的な活、あの行動するんですよ。すごい感動的なドラマではあるんだけど、もうそいつの行動が、なんでそんなことすんの？みたいな。そう、バカだなと思いながら感動してるっていう。感動してるんですね、やっぱそう、り。感動してんだけど、バカだなと思ってるんですよ。だから共感と、共感はしてんだけど、バカだなと思ってるっていう。私、テレビドラマ一切見ないんで、多分堀江さんの方が人間らしいですよ、そういう意味で言うと。あー、テレビドラマ見ないんで す見ね。ないです。見ないんですか？全く見ないです。何見るんですか？見ないんですか？まあ、小説読みます。自分のペースでパパって読めちゃうから。あー、なるほどね。ドラマテンポ遅くないですか？ドラマテンポ遅いですかね。話進まないし。あー、そう。だからマッサージって1時間とか2時間かけてマッサージ。時勝間間さんっがて長い方がいいっていう。マッサージやんないですか？全くやらないです。ああ、ほら。いや、でも、あれですよ。マッサージした方がいいですよ。本当に。だって、そうかな、別に自分でサウナ入って風呂入りゃいいじゃないですか、自分も。ゴキってなっちゃいますよ。なんでストレッチもするし、私、あと1日2回ぐらい運動してるんで、ああ、そうですそれか。で十分ですマッよ。サージしないですか？しないですね。へえ。酔っ払うなんか大丈夫ですか？マッサージの時間が必要なライフスタイルになってることはないですか？マッサージで解決できるんだったらそれでいいんじゃないですか？運動の神話って本読まれました？上読ん下でな巻いなんでですけど、やっす。ぱり昔の人が運動してるのは結構嘘で、そんなに強い運動をしてないってことが延々と書いたんですよ。でもそれ別にいいじゃないですか。昔の人がしてようがしてまいが。で、だから運動ほら、もともと体にいいか悪いかって議論がずっとあるじゃないですか。運動が体にいいか悪いかっもてちろ議ん、論ってあ肩りのま運動、す？肩の運動は体に悪いし、適度な運動は体にいいんですけど、そういうの考えるんですね。考えますよ、もちろん。僕はね、そういうふうに考えないんですよね。何を考えるんですか？単純に代謝量を上げるっていうこと、代謝上げた方がリサイクル、体のね。まあ、体も全部ですね、代謝も大事なんですが、新陳代謝の回数って一緒の間に決まってるので、あまりやりすぎればやりすぎたらまた自分が縮んじゃうんですよ。でもそれは根拠なくないですか？名前忘れちゃった。ほら、どん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 短くなっていくやつ。一応テのロ回メ数アとでかすしたテロか？メアとテロ新メ陳。ア関係ないっすよ、多あとね、分。一番効くのが本当かどうか知らないです。今のところ研究で綺麗に出てるのが善玉コレステロールの量なんですよ。いやー、それも僕は、まあ、その話をしてると延々と議論が終わらないと思うんで。